よっしゃ、赤招きソロプレイやってみます。お一人様で千客万来。今回は基本オロチメインで倒そう。攻撃重視のパーティー。さあ行ってこい。ヒーラーが鍵オロチだけやもんな。中間地点、特にないか。ゾロ目大名人めっちゃゾロ目大名人いる。波モードレベル80ぐらいやんね。オッケー。横からやんな、やっぱ攻撃は。んにゃんにゃー。近寄りがたいな。してきた、アタックチャンス。よっ。オロチさん近づかんと攻撃できへんもんな。どうしよっかな。攻撃し対比。マーニー。あ、近づいてきた。そこだ。横がやっぱ一番安全だよな、赤マネキ。後ろも前もこの変な動きして攻撃してくるから。近づきすぎるとめっちゃ食らうけど。ゴルニャンいる。ゴルニャンも後々なんかな。あ、やばい、ジュエル系が増えてる。後々ね、大変だよな。お、チャンス来た。マジで。これは必殺技打っとこう。めっちゃ鬼玉ゲットできる。来たー。真っ赤な悪夢。ここをなんとか乗り切る。ここをなんとか乗り切る。ふんふん、乗り切るぞ。やばいやばい。オロチさんとカギオロチだけか。これはいけるんじゃね。あ、結構みんな復活してきてる。やっぱオロチさん使いやすいな。強いし。もうちょい。お疲れ様。結局みんな残った状態で勝てた。波モード鬼玉が8000ぐらい。今回ご褒美なんやろ。でも大当たりがなんだっけ、赤招きの小判みたいなやつか。集めた鬼玉9472、クリア報酬7000。お宝、小当たり、発電新トラップ。お疲れ様。